はい、どうも、私でございます。本日はファイナルファンタジーレコードキーパーレッツフェス第3弾いきたいと思います。まあ、なかなかやっぱシンクロなんてね、出るもんじゃないってのは分かってるんですが、狙いたいですね。ティーダさんと、チャンティナさん、で、ラムザ、これがあれですよ、全員 100% にするんでしたよね、確か応援が。で、これがアルフィノのシンクロですね、アルフィノは回復に行ったっていうので。で、バッチャのリミットブレイク、で、リミットブレイク戦技、ティーダ、で、スノーですね、水と氷。で、覚醒奥義はこれが水ですね。のバッチャンでギルバートの覚醒、これかなり欲しいですね。これ強いっすと聞いてます。で、チャンティナさんの風まといの覚醒ですね。で、チャンビビのこっちも風は、火は持ってるんですけど、まあ、これも持ってません。氷かな。で、アルフィノさんと超絶で回復ね。で、チャンティナさんの戦技って感じですね。まあ、全部持ってないですよね。はい。もちろんシンクロも嬉しいんですけど、まあ、覚醒も出ても全部嬉しいみたいな。まあ、星の方は全部当たりと言っても過言ではないでしょう。じゃあ、それでは行きたいと思います。とにかくミラボよ。ミラボレアスで、お願いしますね。50は痛いですからね、ほんと。ゴー！いやー、頼みます、ほんと。マジで頼みます。いやー、お願いします、ね。まずミラボ。大事なことはまずミラボです。うわっ！まあ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 。これがね、あるよ、あるよ、チャンビビ、チャンビビさんの違うかいですよね。よし。チャンビビさんの覚醒っすね。これで、氷、雷、無属性、魔法行為、命の覚醒モードで、魔法が、氷の魔法と、あと雷でいけるってことですよね。氷の魔法、そうっすね。ただ、チャンビビさんは氷がまとえないんで、これ多分まとえないっすよね。まあ、氷と雷のアタッカーでチャンビビさん入れれるってのは、正直かなりでっかいですかね。いや、めっちゃ当たりっすよ。個人的に。ビビ好きですから。炎、炎、いやでも炎そうっすね。炎で行くと、今パパさんとチャンティナさんの方が、えげつないんで、ちょっと、遅れを取ってると言ったらあれですが。そうっすね。まず、まとえるのが、ないんすよね。根本的に。これ、うわ、炎っすもんね。炎の重式まといしかないんで、まあ、覚醒二つ目なのが、めちゃめちゃありがたいんですけど、これは、まとえないんですよね、おそらく。ほう、じゃってことは、星6、魔石じゃ使いづらい感じかな。ですよね、まといがないですよね。まあ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 、でもどちらにしても、嬉しいですね。はい。ということで、今回は僕は、チャンビビさん強化ということで、第3弾、ここで終わりたいと思います。もしよかったら、チャンネル登録と、高評価、お願いいたします。メンバーシップもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。バイバーイ。